食用にしていきましょう。いや、美味しかったでございますね。はい、あー最高。あー気持ちいい感じでね。こいつじゃおら鬼山アゲハチョウ、鬼山カブトムシはいないね今年。カブトムシね見つけたいよね。一番虫で好きだけどね。まあカブトムシはね、あの老若男女問わず好きな人多いんじゃない。あとクワガタか。もう子供の時、少年時代ね、夏休みって言ったらね、もう釣りかね、あの家の山行ってカブトムシ取り、うん、そういうの最高のね、もう遊びだったからね。やっぱ思うね、子供の時やってた遊びっていうのは大人になったってもちろん楽しいしさ、うん、釣りもな、 DC がね出てくればいいんだけどね、うん。まあ一旦さ、なんつうの、断捨離っていう感じでさ、釣りね、道具と全部ね、お別れしちゃったけど、買おうと思えばさ、あの宿とかいつでもさ買い戻せるけんね、うん、いつでも始められるけんね。なんかね、この時期って言うとやっぱ釣りやりたいよね、うん。今度は駅釣り行こっか、板子釣りに行こうってじゃん、うん。あ、でもいい、軽かったら確かあれだったんでね、今年出たやつってさ、あれなんでね、一音のカルコンがリニューアルしたやつだからね、金なんで、ね、だから DC じゃないんで、ね、アンタレスのね、DC は、うん、去年、うん、使ったけどさ、うん、カルコンのな、DC が出てくればいいんだけどね、出たばっかだからね、2年前に。ワールドシャワーで新しいの出ましたよ、これ一緒に今年の3月に、うん、17にしよっかなと思ってね、ワールドシャワーだ、まだね、釣り行ってない場所あるからね、ダムとか結局行かなかったからさ、夏休みはね、どうする取れるかね、うん、今ありがたいことにね、仕事が結構忙しくてですね、いいんだよ仕事はどんどん、私は生涯現役だからね、それを貫いて今のお仕事してますから、うん、天気とね、うん、ね、やっぱり仕事して汗水流してね、好きなことするっていうのが一番人間の幸せだっていうことがね、私は分かりましたからね、ポジちゃんね、悟りましたよ私は、うん、だからね、うん、それが一番いい、うん、またイタコ釣りに行きましょうね。行くしましょう。